っと最初で最後になる赤血球だなと思ったのであの嬉しく楽しみにしておりました。そうですか。これをやらなかったら今まで俺は何をしてたんだと。そこまでこの作品この役をやるために今まで俳優としてや頑張ってきたんだなっていう思いましたそうだったの。はい、あの集大成です集大成、はい、あ佐藤健の集大成になった作品っていう、はい、あこれは皆さんよろしくお願いいたします。初日の日に割とこう感情をちゃんとこう入れて演じるシーンがあったんですけど、横を見たら真っ白な人がいるわけじゃないですかで、あのタケルさんと久しぶりの再会でもあって、5年6年ぐらいぶりにお会いして会った姿がもう真っ白だったんで、あの真剣なシーンなのにどうしても私は笑いが止まらなくなるという現象が起きて、それはちょっと大変でした。なんか、はい、どんどん自分が白く塗られていけばいくほどなんかこう気持ちよかったですね。どんどん。何を言ってるんですか。2回言いましたね。なんかあこれが俺の本当の姿だったんだ。さっきからそれ多いですね。なんかやっと出会えた本当の自分っていうふうに思ってます。9だ。なるほど、わかりました。ありがとうございます。